こんにちは、ジョージシャラです。本日ですね、タカラトミーさんのホームページが新しくね、更新されてて、まあ、すごい情報が出たんですよ。なので、ちょっとね、皆様と一緒に見ていきたいなと思います。これなんですよ。もうびっくりしたのはこれ。プラレールリアルクラス。これがどうもね、ついに発売されるみたいなんですよ。で、ちょっと見てみますとですね、本日ですね、2023年の4月13日最新ということで、この情報は前にね、コメントの方で視聴者の方から教えていただいてたんですよ。リアルクラス出ますよっていうこと。で、私もね、すごい楽しみにしてたら、もう早速出たっていうね。いや、もうびっくりですよ。で、このプラレールリアルクラスっていうのはもうこれ、細部までこだわりきった造形と塗装ということで、これね、完全に大人向けのプラレールが出るっていうことですよ。だってほんと、こう見る限り完全にこれお子様向けじゃないじゃないですか。で、これ見るとレールもね、どうやら専用のレールがあるみたいなんですよ。多分普通のプラレールでも走れるんでしょうけど、専用のレールも用意されるということで、相当力入れてますよ、これタカラトミーさん。ということで、ちょっとこれ読んでいくと、このプラレールのリアルクラス、は、飾る楽しみと走らせる楽しみ、その両方を目指したシリーズですということで、これはね、今までは本当ね、もう本当にお子様向けのものだったじゃないですか。まあ大人もね、それで楽しんでましたけど、これはもう完全にその飾る楽しみということで、リアルさを追求したプラレール、これすごいっすよね。で、まあ、その両方を目指したシリーズですと。これまで培った技術やノウハウを集結し、細部までこだわりきった造形と塗装、今までになかった屋根やパンダグラフ、座席表現など、よりリアルなプラレールをお楽しみくださいということで、まあ、ここにね、動画見れるようになってるんですよ。これぜひ見てみてください。もうびっくりした。そしてこれラインナップなんですけど、出るのはこの185系特急電車踊り子、緑ストラップ、まあ、踊り子が出るということみたいですね。これかなり昔の車両ですよね。ちょっとね、この詳しい情報、これちょっと見てみると、まあこんな感じで、ちなみに発売日は、6月の22日ですね。だから2ヶ月以上先の話にはなるんですけど、価格が7700円。7700円。っていうね。いや、私もこれ最初見た時びっくりした。ちなみにこのね、プラレールリアルクラス、このタカラトミーさんのホームページ出る前にコメントでこう教えていただいてたんで、だいたいこれぐらいの値段になるだろうなっていう予測はしてたんですよ。まあ、ジョージ支払うだいたい5000円前後ぐらいになるんじゃないかなって思ってたら、それをはるかに超えて7700円っていう、これ通常プラレールの 2.5 倍ぐらいの値段だから、これもうちょっとお金出したら N ゲージいけるんじゃないかっていうところまで来ましたね。そしてこれ、そうそう。そしてこれはね、通常のプラレールだと3両編成じゃないですか。これは4両編成です。ちなみにこちらの踊り子は2021年の3月12日に定期運用を終了しましたということみたいで。まあでも車両自体これ、すごい素敵な車両になってますよね。でもちょっと、まあ、形はプラレールなんだけど、いや、見てくださいよ。この、なんて言うんですか?この造形美。で、塗装の塗り分けも細かいし、なんて言うの?プラレールの形をしたちょっと N ゲージじゃないけど、だいぶ、このパンダグラフもそうだけど、いや、すごいですよ、これは。で、さらにこれ、レールがね、このリアルな直線レールということで、一つ聞いていいですか、皆さん。これはリアルなんですか?リアルって書いてるけど、ちょっとリアルっていうあれではない気はするんですけどね。そう、リアルっていうのともうちょっとちゃんとしてほしい気はするけど、まあ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 、そう、これがリアルっていう形なんでしょうね。プラレールを走らせるためには。はい。まあ、とりあえずこれも、ついてくるらしいです、これ。ということで、これセット内容があって、これレールも、3本。直線レール3本ついてくるんですよ。で、あと、このなんか、クーラーのハイタイプ、ロータイプみたいな、付け替えができるのかな?ちょっとわかんないですけど。まあまあ、こういうのもついてるみたいですね。まあ、こんな感じで。いや、すごいですよ。
ちょっともう一回見ます。いやすごい。これちなみにこれ多分全部プリントされてるんでしょうね。シールではないような気します。でさらにですね、もう一つね車両出るみたいで、こちら小田急ロマンスカー3100型 NSE というのが出るみたいですね。でこちらもちょっとね見てみると、あ、発売日同じです。6月の22日で、こちらも価格は一緒で、まあ、7700円ということでね、ちょっと見てみましょう。あー、かっこいいですね。でこの車両はもう運行は終了してるんですかね。かなり肩古そうですもんね。そうですね、1999年で36年間の活躍に幕を下ろしたということなんで、もうだいぶ前にね運行は終了してるようです。いやーにしてもね、すごい素敵な車両ですねこれも。うん、これも素敵な車両だな。すごいですね、もうプラレールの域を超えてるような。あーすごいなーこれは。まあ相当こだわられてますね。でこちらも同じくね、直線レールね、リアルな直線レールついてると。でセット内容はまあこんな感じでね、運転席のハイタイプとか、 なんかああここね、こういうとこもロータイプ、あーいろいろついてて、パンタグラフもハイタイプとロータイプがついてるみたいなんですよ。すごくこだわってますねこれ。まあこんな感じ、すごいすごいことになってるな本当。でこれで7700円ですから、ちょっと予約するってとこ見てみると、あ、タカラトミーモールさんのねページに飛ぶんですね。でちなみにこれちょっと待って、曲線レールも出るんですかねこれ見てみると。えい、ちなみにこのリアル曲線レールも発売日は同じ6月22日、価格は660円になってます。でですね、まあこれ以外にもいつの間にかなんか更新されてたのがありましての、あったあった、これなんですよ、鉄道会社オリジナル車両、これもね更新されてましたね。京急の2100型京急ブルースカイトレインというね、こちらが出るみたいですね。うん、これもなかなかね素敵な車両になってるっぽいです。でこれ購入はオンラインショップお届け京急で購入できるようで、ちょっと見てみますねこれ。でこちら、連結仕様みたいです。専用連結仕様、そして価格は3300円になってるようですね。まあ気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。でそしてさらにね、もう一つ情報がありまして、これはプラレール博ですね、イベントキャンペーンやね、このイベントの方でこれです、プラレール博、東京の方で行われるみたいです。じゃあちょっとこれ見てみますね。で、こちら、開催期間は、4月の27日の木曜日から5月の7日の日曜日まで11日間行われるそうで、で会場は池袋のサンシャインシティで、料金は大人1200円、子供1000円という。で入場記念品は新幹線の N700S の中間車、そしてプラレールトーマスのねこの貨車になるみたいですね。まあどっちか選ぶということみたいです。であとですね、そうそう、あとね、あそうそう、これですよ、イベント記念商品、こちらがね発売されるようで、165系急行型電車湘南色、これがどうも新しく、発売、価格は2420円ということで。であとはこのサンライズエクスプレスとかね、おっと SL アソボーイも出るんですね。そしてお、カートレイン北海道、あこれもいいですね。であとはライト付きゼロ系新幹線、こちらもいい。あさらに南海ラピートのクリアカラーも、こういうのも買えるんだ、いいっすね。おお、パトデンもそうなんですね。近鉄3万型ビスタカっていうのも出ての、東京メトロ丸の内線ね、あ名鉄パノラマスーパー出ての、おーブルートレインはやぶさにホワイライトエクスプレス、さらにはお東京モノレール1万型もね、これセットですね、これも。で価格は6050円。でさらには
もっとクリアカラーのこの中間車ね、あるみたいで。で、あ、雪国レールセットもある。いいですね。ということで今回はね、このプラレールのリアルクラス。まあこれが本日ね、まあ宝富さんのホームページでね、紹介されたということで。いや、ほんとびっくり。こう来たかっていうね。まあそんな感じで、これどうなんですかね。皆さんどう思いました？私はもう正直価格ですよ。ここまで持ってきたかっていう。まあ正直この時代ね、どうしてもそのおもちゃでもこう値段を上げていかないと、まあ企業としてはやっていけないっていうのはわかるんですけど、まさかここまで価格を上げてくるのかっていうのにまずびっくりしました。まあとりあえず第一弾見てみましょうよ。これはちょっと頑張ってね、両方とも買います。まあぜひね、あの皆様のコメント欄の方で感想を教えてください。いや、これはちょっと高すぎだよっていう方とか、いや、その方向には向いてほしくなかったなとか、もしくは、いや、よくやってくれたタカラトミーさんとかね、ぜひね、あの皆様のご意見、あのコメント欄の方で教えてください。ということでね、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい。